第2回デコ盛りイエーイはい、で前回第1回目ね1万円分であのモンブラン肉丼みたいの作ったじゃないですか。あ、作ってましたね。はい、それで第2回ですね今回、はい、で前回の反省点として僕は、まあ、みんな食い切っちゃったと、うん、簡単に、うん、なんで今回はちょっと量多めに、はい、本当に食い切れるかなってぐらい量したんで、うん、ちゃんとデカ盛りにしたんだろうな。しました。今回も1万円使ったの。1万円使いました。ちゃんと。なるほど、ね、ちゃんとあのこれにこれでいくらこれいくら全部説明するから。高くねっていうか1万円ですよ。冷静に考えるめちゃくちゃ高い。1万円にこだわらなくていいから、ね、まあそうなんで、ね、前回そうよくわかんないね。そう前回1万円だったから今回も1万円関係ないから、ね、そうそうそう逆に今回前回も1万円だったから今回も1万円にしちゃった。めちゃ高いよ、うん、持ってきますか。じゃあもうお腹空いてるもんね。もうめっちゃ空いてる。あの俺は作る側だから最初は3人で食い切ってなるべく、うんうんうん、はい、でも本当に無理だったら俺が行くから、うん、で今回あの今回はね本当3人で食い切ってもらいますので、はい、よろしくお願いします。もう行ったり来たり行ったり来たりなんだよね情報。だから俺は助っ人としてね、うん、あくまでも助っ人だから。この企画はだから俺がデカ盛りを作ってみんなに食べてもらうっていう。なるほど。飯テロですね要するに。うん、はいはい、とりあえず量ということです、ね、量です。今回楽しみだな。そう、めっちゃ低いと思う。かっこいい一量あるからでも。うわ、それ怖いんだよなお前の量。それ作ってくれ、待っててください。はい、はい、かかってこいや。まあこういう時正義マジで腹ペコだもん。カスみたいな量しか食えんからこういう時正義。いや本当にこれで本当にめちゃくちゃ食ってる正義マジで見たことないよ。俺も見たことない俺が見たことない。あ、ダメだじゃない。案の定ちょっと使えないかもしれないな。本人が見たことがないんだけどちょっとできたら調べてて。はい、マジで見ない。はい、ということで今回のデカ盛りはこちらでございます。お前うわすげえ。これは無理だって。これはやばいな。やってるわ。やってるわ。言ったじゃんだから。でっけ。違う違う、デカめのうんこや。やべえ、これ今回は揚げ物のカレースペシャルでございます。一番上にあるカツがなんか一番高い。いい高いですね、これ1人前2500円くらいですね。見た感じもそうだよ。ヒレヒレヒレ、エビとかあるし、そうエビもイカもカニクリームコロッケ全部あるから。うーわ、すっごく下米下米何キロぐらいあんの米。 9.5 合だから9台。 9.5 合ってことは 9.9 合。そう、9.5 人前か。米えぐいぞ。え、すごいじゃん。キャベツも入ってる、うまそう。すぐ米出てきたよ。すぐ出てきた。じゃあいただきます。召し上がれ。まあ、味は絶対うまいから確実に。ちゃんといいやつねえ。ちょっとこのね赤みがかってるようなね。いただきます。はい、多分こっちきつい。あれ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 、もう正常な判断に戻ってんだ。いや、カツうまいんだけど、ああこれカレーが多分安いやつなんで、うん、ああそうなの。じゃカレー手抜かれてます今回。あれカレーはただバーモンドカレー買って作っただけなんで。そうだからいいものに全部その適当なカレーがついてるから食欲途中でなくなる。ああ、なるほど、ね、カレーいらない、うん、ああカレーがきつい。カニクリームコロッケこれ、うん、肉ず、え、すっげえ崩れる。いただきます、うん、そう、あの、カニクリームだからね。でも絶対味はうまいから。カニクリームね。今うまいですよ、味は。ああ、はいはいはい。でも、一つ言えるのはマジできつい。揚げ物だけでもなくならない。うわ、米どころか。いやマジか、うん、とんでもないデコ盛り作ってしまったな、俺。めっちゃきついわ、ね、米量やばいかも。もうこれ、先輩俺行った方がいいじゃん。行かないときついっしょ。これ多分ね、行かない、うん、オッケーオッケー、じゃあ行くわ。一回食わないと分かんないんで、全部買えるほんとだ。あ、食いまーす。はーい、それ何？これ分かんないんだけど。あ、これうまいカツだ、これこれヒレとかのやつじゃない。あ、多分ヒレカツか、それね、めちゃくちゃ柔らかい。あ、うまいわ。で、俺カレー大好きだからさ、結構ありがたいんだよね。だ、今回はターボーカレー好きだからちょっと有利かもしれない。うん、俺に任せろ。あ、コロッケって意外とご飯進まないよね。うん、普通にそのまま食いたい。あ、これ全く進まないでしょ。これきつっ。芋だもん。カレーはね、大食いの中だったら圧倒的に食いやすい方なの。
まあそうだよね、カレーだったらね。そう、飲みやすいから。ちょっと作りすぎた感は自分であるわまあ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 、まあデカ盛りってこういうことでしょ。でもまあそういうことだよね。うん、どんどん食べなれ全然食べます。美味しいだろうし、美味しいと思うし。え、いや俺さっき見てたんだけど、うん、めっちゃうまそうだよ。めっちゃうまそうだったらずっとうまいよ。このこの辺、あの正義って自分のお皿の米をこう寄せ出したらもうお腹いっぱいこれ結構データとして出てる。あ、寄せてるね、うん、あ、寄せてんな。ずっとなんかもう米ずっとこうやってこうやって寄せてんの、ずっとうわ、うわーとかやめようとか言う。あの、うん、もうね、あの、うん、月がね、逃げる。どう、うわーとか、うわーとかやめようとほんとそれ。マジで攻略しようとしてるマインドがつぼるわ。いやいやいや、うわーとかやめようぜ。でもなんかさ、こういうね、なんか、いいね。なんか、一つのものをみんなで手を使ってね。いいね。うん、なんか、楽しいね。うん、前回楽勝すぎたからちょっと張り切ったけど、やばすぎたな。これと前回の間ぐらいだな。いや、前回のも別に楽ではないけどね。まあ、うん、普通にガチで腹いっぱいにはなってるけど。あ、もう米ねえわ。もう米、いや、米なくなったから、まあまあ。あ、いけるんだ。米全然ないわ。いける、いける。こいつも、まあ、俺だけ皿でかいし。そうそうお前はもう、水が率先してそのでかい皿持つね。どんどん制限こじもお腹いっぱいなんだよマジで、マジで食えないやつじゃん。いけそうでいけないんだよ。うん、そうだね、うん、結構ね、皿に出してみると、うん、こんなもんかってなるけど、やっぱ処理に時間かかるね。ね、それこの、あの外の衣のな、衣じゃなくて中のこのグー食べるとめっちゃ美味しい。全然揚げ物の味しなくて。だから、それできるならいいんだけどそうじゃないね。だから何って感じなんだけど、ガチで意味わかんないマジで言ってたから、ね、ガチで意味わかんないからきついです、これに関してはマジで。惜しい。でも惜しかったな。もう一人いるわけだね。まだこの後撮影あるからさ、うん、それ終わってお腹空いてるかもしれないから、かもね。うん、なんとかしてくれましょう。ただ一旦今は無理と。うん、でも米はもういったのよ。米はいった。うん、で、こんぐらいかいや、これ多く見えるけど多分俺は相当いってんだよ、うん、相当食ってるよ。最初の量と考えたらだってだいぶ食った、うん、いや、めっちゃいってんだよなこれ、うん、今回は無理ということで、ちょっと作りすぎましたね、さすがに。ちょっとこの量はキャパオーバーです、うん、いやでも、むずいよね、そのさじ加減ってね。そう、マジでむずかった、うん、前回が余裕で食い切れてたから今回ちょい多めでもいけるかなと思ったけど、ちょっとヘビーすぎたね。次回は米にしません。なるほど、なるほど。次回はちょっと弁慶でいきたいと思います。おー、麺か。もう断言します、ここで麺いきます。次回もは俺なしで完食してください。だって俺もなしで完食してくださいおー、2人なん？やらせろって言うと多分、あの始まる前お腹ペコペコだからで、今日はいけるからとか言い出すんだよ、また絶対言うから今、麺を欲してるとか言いそう麺が俺を求めてるみたいな言うよ、絶対。今日精神的ショックでかかったっすね何やねん、何やねん、なんか絶望がでかかったやかましいやついるな、一人はい、ということでね、絶望だね、これ。次回も頑張りましょう。はい、次回も、次回はちょっともうちょい美味しいの作りますわ。頑張りましょうってなんだよ、楽しみまあね、大食い企画みたいになってということでね、このデカ盛り美味しそうだなと思った方、チャンネル登録、高評価、通知登録よろしくお願いします。お願いします。それでは次のデカ盛りでお会いしましょう。ガッツマン、ガッツマン、ガッツマン。